9時の NHK ニュースです気象庁によりますと本州の南河に伸びる梅雨前線に向かい暖かく湿った空気の流れ込みが強まっているため東日本と西日本の太平洋側を中心に発達した雨雲が流れ込み断続的に雨が強まっています新島空港の今日午後6時までの24時間の雨量は323ミリと平年の7月1ヶ月分の雨量をすでに上回っています 静岡県と伊豆諸島では、これまでの雨で地盤が緩んでいるため、土砂災害警戒情報が発表されている地域があります。今後の雨の見通しです。前線が停滞するため、これから明後日3日の午前中にかけて、東海、関東甲信、近畿、九州南部や奄美地方など、太平洋側を中心に雨が強まり、局地的には雷を伴って、 1>, 1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海で250ミリ伊豆諸島と近畿で200ミリ関東甲信と九州南部奄美で150ミリと予想されていますその後あさって夕方までの24時間の雨量は近畿で100ミリから200ミリ 東海と九州南部で100ミリから150ミリ関東甲信と伊豆諸島それに奄美で50ミリから100ミリと予想されています湿った空気が内陸まで流れ込むため大雨の範囲は本州に広がる見込みで伊豆諸島に加えて静岡県や愛知県関東沿岸などで総雨量が多くなると予想されています 気象庁は土砂災害や低い土地の浸水川の増水や氾濫に警戒し落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています夜間や明け方に雨が強まる恐れもありますあらかじめハザードマップなどを確認し危険が差し迫る前に避難するなど安全を確保するようにしてください クレジットカードの利用情報をもとに、消費の動向を指数にする調査で、先月前半は、新型コロナウイルスの感染が拡大する前にあたる2年前の同じ時期を13%余り下回りました。データ分析会社のナウキャストとクレジットカード大手の JCB は、カードの利用情報をもとにプライバシーを保護した上で、消費の動向を見る指数を公表しています。 それによりますと、先月一日から十五日までの指数は。新型コロナの感染拡大前にあたる、二年前の同じ時期を十三点五パーセント下回りました。内訳を見ますと、旅行がマイナス六十パーセント。宿泊がマイナス五十六点六パーセントで。五月後半と比べて、十ポイント前後。下落幅が縮小したものの、依然として大きく落ち込んでいます。 また交通がマイナス六十一点八パーセント。外食がマイナス三十八点四パーセント。映画館や遊園地などの娯楽がマイナス三十六点二パーセントと。外出に関わる消費の下落が続いています。一方。動画などのコンテンツ配信は。プラス七十一点九パーセントと大幅に増えました。調査した会社は。 東京などの緊急事態宣言が解除されたことで、今後は外食を中心に消費が回復するとみられるが、また感染が拡大すれば回復が遅れる恐れもあると話しています。東京都内の交差点で、自転車で女性を跳ねて怪我をさせた上、そのまま逃げたとして、引き逃げなどの疑いで書類送検された元プロレスラーの男性について、東京地方検察庁は不起訴にしました。 キラー・カーンのリングネームで活動していた74歳の元プロレスラーの男性は、去年、東京新宿区の交差点で自転車で左折した際に歩行者の女性を跳ねて大けがをさせた上、そのまま逃げたとして、引き逃げなどの疑いで書類送検されました。この男性について、東京地方検察庁は捜査の結果、今日までに不起訴にしました。検察は処分の理由を明らかにしていません。 この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。9時5分になります。